お疲れ様です。お疲れ様です。今日ちょっと早く来ました。結構早めに来ました。そうですね。いつも5分前だけど今日は今何時？30分前ぐらいに。そうですね。30分前ぐらいに。やりたいことがあって。はいはいはい。佐藤さんにドッキリだと思いました。したいなと思って。はい。前ちょっとお話ししましたもんね。そうそう、なんかやりたいなってずっと思ってたんですけど。はい。パワープロをずっと木曜日にやってたんですけど、はい、もうこれは本当に不満で毎回罰ゲームが私の卒業なんですよ、はい、なんでっていう佐藤さんは本当に私を卒業なんか本当にさせたいんじゃないかと思うぐらい卒業って言ってくるじゃないですか、はい、だからもう本当に卒業してやろうかと思って。ああ、そういうことですね。ってことはやめますドッキリですか？そういやでもね、いやでもこれは結構ね一か八かなところはあるんですよ。はい、私、1年半その佐藤さんとほぼ第2弾「佐藤出しチャンネル」第2章から一緒にスタートして1年半一緒にやってきたんですけど、はい、なんかこう佐藤さんの性格が大体分かってきたんですけど、やめますって言ったら「あ、そうなんだ」って終わりそうな気もする、終わりそうな気もするけど。やっぱりここまで一緒にやってきたっていう私も自負はあるし、はい、だから、佐藤さん、いやどうなんだろうな。いやでも大丈夫です。さつざきチャンネルには欠かせない存在なんで、そこは止めると思います。今ちょっとすごい棒読みじゃなかった？今なんかそんなことないです。全然。いやでもちょっと寂しがってはくれるかなとは思うんですよ、うん、だからでもそうなんだ、じゃあもう次とか言われるかもしれないけど、でも、寂しがってくれる姿が見たいなと。いや見れると思いますよ、実は本当にかな。いや見れると思います。そうしたらね大成功ですよ、はい、いやでもどうしよう、あそうなんだ、もうずすぎって言われたらどうしようそうしたら私立ち直れないかもしれないもうこれの撮影の次の「さつざしチャンネル」卒業はドッキリだからしないですよ、はい、でも佐藤さんが「あそうなんだ、このさんなんか良くなかったからもう次行こうよ」とか、もしこのドッキリで言われたら私多分次から「こんにちは」ですよいやでもそれはないと思うので、はい、1年半というこの機会にちょっと反応を見てみたいなと思います。じゃあちょっと待ってみますか。そうだから私隠れてればいいかな。隠れて待って。隠れてどうする？じゃあ私から報告する？いやどうしよう。僕からちょっと伝えるんで、隠しカメラと、うん、モニタリングしておいて反応を見ますか。じゃあそうしますか。私が隠れて伝えてもらってその反応を見る。そうです。オッケー。泣いたらどうします？泣いたら？はい、いや泣いたら。嬉しくて私もつられ泣きするかもしれない。そうですよね、うん、ちょっとそれ期待しますか。泣いてくれるかな。今日めっちゃ楽しいね。はい。じゃあちょっと待っていきましょう。はい。OK。どこが来るかな。OK。外行きましょうか。外に行きますか。あと多分30分ぐらいなんで、うん、10分前ぐらいに移動しますか。そうだね。そうしよう。ちょっとゆっくりしてよ。了解です。じゃあ。はい、特報です。リアルでビックリマン島が江ノ島に出現決定。さあ2021年、藤沢市湘南江ノ島エリアとビックリマンのコラボレーションが決定しました。特定の地域とのコラボはビックリマン地上初ということで、古来より江ノ島に伝わる江ノ島演技の物語とビックリマンが融合し、リアルでビックリマン島ができることが決定しました。ちなみにですね、江ノ島演技とは、江ノ島にある江ノ島神社に書物があるらしいんですけども、1047年後継の作と伝えられていると。近隣を荒らし回った五島竜を江ノ島に下った弁財天が論して改心させ、竜は対岸の竜光山になったという伝説がね語られているっていうのがですね、江ノ島演技でございます。神奈川県屈指の観光地である湘南江ノ島、日本三大弁財天を建て祀る江ノ島神社、昨年好評を博したコラボイベント、江ノ水ビックリマンの開催地であった新江ノ島水族館を巻き込んで開催予定ということでね、江ノ島にビックリマンに出会おうとということで、交互期待ということですけども、新型、ね、コロナウイルス感染状況、開催時の社会情勢によって内容が変更となること、可能性がありますということですけども、今回こちらです。じゃじゃーんとーん、江ノ島ビックリマン、ビックリマン等がすげーということで、本日4月1日はビックリマンの日ということで、佐々木チャンネルで一番最初に情報発信ということになりました。皆さんですね、コロナのね、感染拡大予防、しっかりですね、しながら、ぜひ楽しんでもらいたいと思います。詳細はですね、ビックリマンのホームページ、などで掲載されていると思いますし、リリースでもね、ネットニュースで出てると思うんで、ぜひそちらもチェックしてください。ということで、まず最初の佐々木智也からのご報告でした。なぜなら、佐々木智也はロッテビックリマン終身名誉 PR 大使ということで、今回こちらの情報を発信させていただきました。さあ、ということで、これから本編スタートです。4月1日ということで、こちら、どうぞ。里崎チャンネル。まだ来ないですね。で、佐藤さんいつも車止めるの結構ね、手こずるんですよね。はい、でも多分あっちからこう曲がってくるはずだから、ちょっと佐藤さんが行ったのを見て私たちも追いかけて、佐藤さんがどういう反応するか聞きましょう。この辺に隠れて佐藤さん来るのを待ちましょう。ちょっとバレないよ。追いかけましょう。そうですね。来ましたよ。結構ドキドキする。どうしよう、なんかさ、もう次の人も探そうかとかなったらどうしよう。いや、ありえるからね、本当に。いやー。でもね。今までされてきたことを話す時がね、楽しませてやる。お疲れ様です。お疲れ様。佐藤さん、ちょっと今日したいことをやって、あ、来てやん。そうなんですね。佐藤さんちょっと遅れてるというか、今日袴さん来れない、みたいで、なんか一緒にちょっとできないなっていうのがありまして、父さん連絡って言ってないですか？来ていいよ。来てないですか？ちょっと僕たちのその罰ゲームというか、あれがちょっとしんどかったんで、なんかもうちょっと今精神的に厳しいな。そうなん。言っててくれればいいのにな。そうなんですよね。一応自分に連絡があって、今日はもうとりあえず来れないっていう感じで、なんかもうチャンネルも卒業したいな。そうなの。でも言ってくれればいいのにな。電話してみようか。俺が電話してもあれか。いや、でもどうなんですかね、佐藤さんに連絡がないんですよね。一回してみますか。自分からしてみます。そうだな、ちょっとしてみる。そうからしてなかなか出てけへんの。あんま聞こえない。なんかもうパープロ終わるまではちょっと、頑張ろうかなと思ってたっていう。ちょっと電話しようか。そうだ。はい。もう1年半年以上やってきてるんで、ちょっと僕としてはどうしても一緒にやってほしいなみたいなところがあるんですけど、あれかな、説得したらやるかな。どうなんやろな、話してないから分かんないな。そうですね。でも評判良かったのにな。いや、めちゃめちゃもう高松さんな良かったですね。多分だって、まあ、最近プロ野球界の解説者の YouTube もめっちゃなんかクソほどあるけど、はい、結局袴田さんと俺のやり方真似してみんなアシスタントいて2人とかだって言ってたもんで。そうですね。しかもめっちゃ評判良かったのにな。しかも野球の仕事とかも結構やりだしてたのにね。多くなってると思います。山本真さんとかでね。忙しくなったのかな。いやでも忙しいというよりかは、でもどうなんですかね、そんな内容をしっかりなんかちゃんと聞いてなかったので、まあ、でもだいぶちょっとしんどそうだなっていうのは伝わりました。でもパワープロのやつも終わったし、一通り。パワープロまではちょっと頑張らないとっていうのがあったみたいで。じゃあもう今日来へんだよ。今日も来ないですね。マジか。でもそんな袴田さんよりいい人もそんなおらんやろ。いや、正直なあ、どうするよ。説得やな。電話取らないですよ。まあでも今日の9月だもんな。ちょっとまた時間を置いてみて。そうやんな。俺に対応できる袴田さんしかおらんやろ、なかなか。なかなかいないと思います。そうじゃないと俺がまた女の子に最初気遣いながら喋らなきゃいけないもんで、はい、ついてこれなかったらね。それめんどくさいな。説得した方がいいのなあ。そうやな。なんかあれやな、卒業とかって言ってる時は何もあるけど、ほんまに辞めるって言ったらちょっとビビるな。びっくりします。ショックでかいね。そうですね。ずっと一緒にやってきたからな。そうやんな。じゃあどうする？じゃあもう今日あれやな。一人で取り出したりどうしたの？とりあえず。いい。そもそも卒業ばっかり言ってるの俺だけ、俺じゃないからね。はい、もうなんかあれやな、離婚するみたいやな。あれもう1年半も一緒にやってる。そうやな、いるのが普通だったからな。さすがにしんどいですか。そうやな、辛いですね。うん、さすがにな。だってもう立ち上げから一緒やからな。でもまあ、でも次も考えなきゃいけないしな、そう考えたら。袴田さんのいや、もしほんまによ、もう説得も無理でだったら、はい、まあ俺も一人でやろうと思ったらできるけど、片岡さんのチャンネルのさ、はい、吉田さんはさ、あれなんで来たの吉田さん。なんか応募とかいろいろ。応募したの。はい、じゃあ俺らも応募するか。2代目を。そうや。そしたらまあ俺の知り合いの人とかでもやりたいとか出たいっていう人いるけど、はい、応募してみようか。応募しようか。今日それ取る感じです。でもまだ袴田さん本当に辞めるかどうかわかんないけど、まあでも取っとくか。そしたらいつ出してもいいように。はい、そうやな。じゃあ2代目アシスタント募集、はい、ちょっと考えようか。考えますか。もう年齢制限なし。年齢制限なしか。だからよくあるじゃん、採用試験みたいなやつ。面接して。あ、それいいやん。それちょうや動画にして。あ、これも動画にしていく感じです。せっかくやから決定までの道のりみたいな。そんで最初は書類選考寂しいけどでやりたい人結構来ると思います。で基本ね、撮影する曜日ほぼ俺は決まってるから、 そうですね、その日に大体時間取れて、まあ、月最低でも2回はな、はい、まあ2回して3回やからな。ある程度知識がある方ってことですか。うん、そうやな。全くないのもな。そうですね、きついから野球にやっぱ興味があるの大前提やな。で、まあ、20歳以上やな。そうですね、20歳以上です。20歳以上で上は俺より年下にしよう。だから俺44歳だから、はい、昭和51年生まれまで大体20から40代。そうやったでしょうか。じゃあどうもうしゃあないな、切り替えようだってもう仕方ないや、切り替えるとの動画そのやつ今じゃあそっちで撮る。なんかこっちで撮りました。これ隣の席がみたいな感じでちょっと待って、僕のうわって言って隣の席空いてますみたいな。じゃあさあということでなんと隣に高間さんがいません。なんとですね、なんか卒業しちゃいまして、仕方ないですね。ということで今回はこちらです。里崎チャンネル2代目アシスタント募集ということでですね、袴田さんが卒業したということでですね、2代目のアシスタントを募集したいと思って今日は皆さんに告知です。応募要項はですね、この下のここに出てますけども、20歳以上、年齢は、僕より年下っていうことで、ちょっと、あ、大野さん、どうする？隣空いてますよじゃないですよ。あれちょっと目潤んでる？そんなことないですか？いやちょっとあれよね。いやどうなんかなっつって。今ずっとここで聞いてたんですよ。いたの？ずっと外で聞いてて、うん、しかもドアこのぐらいでこうやって聞いてて。うん結構寂しがってくれてましたね。そうですか。はい。ドッキリだ。ない。ドッキリー。これはちょっと切り替え早かったけど成功でいいんじゃないですかこれ。ね、どうなんですかね。いや私は、うん、もういっぱい今まで企画で卒業って言われてきたじゃないですか。だったら本当に卒業って言ったら、うん、佐藤さんがどんな反応するのかっていうのを。うん見てみたかったわけです。羽川さん企画。はい。いやでもちょっとびっくりしたよな。正直。まあびっくりしたよなってあれか。お前ら全員知ってた。あじゃあね、名演技だったね。いや僕多分めちゃめちゃ下手くそだと思います。でも気が付かなかったわけですよね、佐藤さんが。まあそうやな。まあまあね。結構ね。感動すること言われてましたね。結構ね、そうね、もう私は外でニヤニヤしてましたよ。佐藤さんが外からこう入ってくるところからもうそうだ見てて外からはい大掛かりやな。佐藤さんが入ったの見てこうやって追いかけてずっと聞いてましたが。じゃあ継続させていただけますか。そりゃそうやろ。やった。いや良かったですよ。なんかちゃんとこうやってて良かったなと思えたし、まあちょっと切り替え早かったですよね。そうなん。だって辞めるって聞いてすぐ募集取るって。いや次あるじゃん。まあストック貯めないといけないってなりますしね。いやなんか僕も一人で当分取るのかなと思ったらすぐだった。そう私も予想は佐藤さん一人でも喋れるんで。うんうんしばらく一人で喋るのかなっていう案かと思ったら、うん、あもう募集するんだっていう。いや企画できたと思って。そっち企画できた。いや仕方ないじゃん。仕方ない。俺のせいじゃないや。まあまあそうですね。私が仕掛けたドッキリですからね。うん、いやでもこれ募集したらどのぐらい来たんでしょうね。どうなんですかね。うん、やります？やってください。これドッキリですから。じゃあちょっと袴田さんそっち座ってください。はい今日ちゃんと今日からノースリーブ着てきたんですよ。気合入れて俺これを今日持ってきてんのに卒業って言ってるからはあって思ったけどね。何ですかここで発表します。はいパワプロね木曜日に袴田チャンネルになってやってきましたけども、はい、3月の末でパワプロが、うんもう一旦終了っていう形で終わりました。でまた4月からね、まあ、プロ野球も開幕してますし、はい、新たなところで川木プロスピのゲームやっててパワープロが来たんで木曜日パワープロやってて、はい、でパワープロ終わったんでどうしようかっていう話になって、まあ、プロスピを川木で出してもいいけどどうしようかって言ってる中で決まった企画こちらです、はい、2021年4月からも袴田チャンネル続行。本当です。いやもうそれを持ってきてんのにこの仕打ちをでよくできたなっていういやだって聞いてないですもん。こんな思いを持って、まあじゃあ袴田チャンネルも続行してやろうかって話し合ってな。そうですね、木曜日は、はい、いやそれ打ち合わせの時に言ってくださいよ朝聞いて喋ってるのよいやいやありがとうございます、はい、中身はこれから決めていくっていう、はい、だからいろいろやりたいこととかだからもう再生回数とか気にしないで、はい、いろんなことをやっていって、まあ、遊ぶっていう。じゃあもうチャレンジなチャンネル、ね、そういろんなことをして楽しむっていう。だから一息。分かった。これも袴田チャンネルのこの新袴田チャンネルの、うん、第1回には最適じゃないですかこのドッキリ動画まあまあそうなるでそうなるそうじゃあそれでいいですか。まあまあそれでいいよ。はい、じゃあ4月の4月何日？1日。エイプリルフール？え、本当にエイプリルフール木曜日ですか？あ、すごい。じゃあね、奇跡的だ。奇跡的にじゃあこれエイプリルフールに出します。あ、そうだね。出てる。うん、そうだね。てってでーはい、袴田チャンネルはエイプリルフールの嘘でーす。待って、本当に？え、どっちえ？はい、募集？え、そうです。だって終わったじゃん。終わりました。袴田チャンネル。今から継続していくっていうのは？いやだからエイプリルフール。今日。え、この短時間で今私にドッキリ仕掛けたんですか？うん。それを撮ろうとしてたの今日。てってでーっていうドッキリです。ん？まあまあ分かんない。だから袴田チャンネルっていうのをやりますよって言って、はい、今日はエイプリルフールだからそれはドッキリだよっていうドッキリです。あ、なるほど、うん、っていうことは続行です。イエーイてってでーどっちが本当なんなんだ続行です。そうですそうです。これは本当です。なるほど。はい。あ、よかった。まあダブルドッキリだから今1日がエイプリルフールっていうのを聞いて知らなかったから、今急遽勝手に思いついて短時間でプチドッキリやっていました。すごいですね。その頭の起点というか、すごい。いやでも。だから続行です。はい。だからまだ企画は何するかほぼ決まってないんで、これからみんなで考えながら楽しい動画を木曜日に再生回数気にしないで出していきたいなと思いますんで、頑張ってやっていきます。続行で、続行、私も続行、はい、お願いします。はい、じゃあ皆さん新年度4月からもよろしくお願いします。ドッキリ